小説家になろうは株式会社ひなプロジェクトが提供する小説投稿サイト。作者登録することで無料で小説をウェブ上に公開することができる。また、小説家になろうはひなプロジェクトの登録商標である。多くの作品が登録されている小説投稿サイトである。ウェブ上で執筆が可能である。点、携帯電話でも利用がたやすい点でたサイトと異なる。 また投稿された作品は閲覧サイトである小説を読もう、小説を読むラブノベで見ることができる。これらは執筆者が投稿時に設定したジャンル年齢制限により自動的に振り分けられる。2014年12月時点でアクセス数は月間約9億5000万 PV。ユニークユーザー数は約400万人。2019年4月時点では 月間、約20億 PV。ユニークユーザーが、約1400万人に達している。また、2015年3月15日朝、登録者数が55万人を突破した。登録ユーザーの年代は、2019年4月時点で20代が44%と、最も多く、以下30代が24%、10代が14%、40代が12%と、続く。 同じく男女比率は男性が約6割、女性が約3割。2010年代に入り、本サイトに掲載された小説を書籍化する動きが複数の出版社で活発化しており、本サイト出身のそれらの小説や特に多い異世界ものの作品を総称して、ナロー系と呼ぶことがある。ただし展開の安易さなどへのやゆ、別称として用いられることもあるため、 大橋高之は、なろう系という言葉の使用には注意が必要だと述べている。また、小説家になろう、側がこの言葉を使ったことはなく、本サイトを運営する比なプロジェクト取締役の平井、みゆきは、なろう系という言葉に対してはいたし、かゆしな思いで、ブランド化されるのは大変ありがたいんですが、他ジャンルで書かれている作者さんの気持ちもありますし、あまりイメージが、 固定化されるのも困る。みんなのための小説投稿サイトを歌う以上、デメリットにも転びかねない言葉として慎重に取り扱っていますと発言している。1990年代中頃の日本におけるインターネットの普及に伴い、個人でウェブサイトを開設、運営する人が増加し、自分のサイトで創作物を発表する形態が取られるようになる。二千年代に入ると、 もっと手軽に作品を発表したい人々をターゲットとしてアルカディアやアルファポリスといった投稿型の小説サイトが登場するようになった。大学生だった梅崎祐介はもっとネット小説を読みたいという思いから小説執筆投稿システム NW システムの開発に着手した。個人サイトとして小説家になろうを開設した。当時は ネット小説の発表の場が個人運営サイトが主流だったこともあり、作品を探すことが大変だったということも解説理由の一つとして挙げている。男性向け R18 小説サイトのノクターンのベルズと女性向け R18 小説サイトムーンナイトのベルズのサービス開始携帯電話向け恋愛小説専門、サイトのラブのベとネット小説読者向けの小説を読もう。 のサービスが開始された。サイトの運営をグループによる運営に移行世間の携帯小説ブームも手伝い、小説家になるうの知名度が高まり、大規模なサイトリニューアルが行われた。各種サービスの運営法人化を目的として、株式会社ひなプロジェクトが設立。観能を主目的としない男性向け R18、小説サイト、ミッドナイトのベルズのサービス開始。フィーチャーフォン。 ガラケーの利用率低下に伴い、1月29日に、モバイル版のサービスを終了した。特定のジャンルや展開が人気を博し、類似の作品が多数公開されることは、小説家になろうの大きな特徴と言える。特に主人公が何らかの理由により死亡し、ファンタジー的な世界に生まれ変わる異世界転生や、突然ファンタジー的な世界に転移する異世界転移といったジャンルは、 小説家になろう、内で個別にランキングされるほどの人気を誇っており、代名詞のようなイメージが定着している。その他、悪役令状や婚約破棄といった一風変わったジャンルの小説も女性向け作品として人気を博している。こうしたジャンルの変調は運営主導ではなく、人気が出た作品設定や展開を多くの投稿者が書くとしてアレンジを加えて投稿することにより大きな ムーブメントとなっていると考えられている。サイト開設当初は二次創作作品も数多く投稿されていたが、二次創作に対する著作権者側の規制強化の動きなどを受け、2010年8月に二次ファンロスという専門サイトを開設。執筆者が原作名を設定するとこちらに振り分けられ、通常の検索やランキングなどから除外されるようになった。 しかし、著作権者側からの二次創作に対する規制強化を求める動きはやまず、結局2012年3月15日には、明示的に二次創作禁止を表明している、著作権者の作品について、一斉削除を行うことを通告。最終的には2012年7月15日付で、二次ファンなどのサイトを閉鎖し、運営側が許可する一部の作品を除き一切二次。 創作作品の投稿を認めない姿勢に転換した。従来本サイトに掲載されていた小説を書籍化する際には、小説をそのまま掲載し続ける以外に、書籍化した部分をダイジェスト化するといった対応が認められていたが、2016年6月に運営側が方針を転換し、書籍化にあたってダイジェスト化を行った作品については、同年9月より、 全面的に削除対象とすることを明らかにした。運営側では、ダイジェスト化がそもそも行われない作品がある、ダイジェスト化の定義が不明確で、そのため、単なるあらすじの掲載に留まっている作品も多い、といった問題が起きていることが原因としており、すでに書籍化に伴いダイジェスト化が行われている、作品に対しても訴求して適用される。これに対し、 書籍化にあたって、ダイジェスト化を要求するレーベルの中でも大手である。アルファポリスは、書籍化した作品のすべてを無料で読めることは、これまで同様、選択肢にないもの、率直にこうしたやり方が時間の経過とともに限界が来たのであろう。潮時であったのだろうと感じますとの声明を発表し、本サイトからの撤退を発表した。複数の出版社と共同で、 以下のような新人発掘のための文学賞を開催している。基本的に初期のナローコンを除けば全てオリジナル作品を募集している。特筆がなければ言語は日本語のみを受け付ける。2016年までの小説家になろうからの書籍化作品数は次の通り。ありがとうございます。